なんか言えよ。我々人間の人生って数を増やすこと以外の目的は全部打足なのかな。やっぱ何も言わなくていいわよ。圧倒的思想の強さ、東方思想強さランキングがあれば間違いなく1位。何が目的のランキングだよ。まあでも人気投票は2位ですけどね。うまいこと言ったみたいな顔すんな、殺すぞ。私は2位でもヨウムは5位だろうが。唐突な流れ玉がヨウムを襲う。であれ画面が暗く。じゃあ2試合目始めていくぞ。さっきの1試合目にカウントするな。今日はおニャンのペットを連れています。人影みたいなやつだな。名前は本物の猿。本物以外の猿がいるみたいな口ぶり。聞いた役職はマグロ。常に走り続けないと死んでしまう第三陣営。まるで私みたいな役職だな。何言ってんの。この村においてマグロで勝利することがいかに難しいか3時間くらい解きたいところですが、尺の都合で10分で我慢します。動画時間の半分以上を文句で締めようとする狂気。全くタスクをやらないと怪しまれるので1秒未満立ち止まりフェイクタスク。浜辺の中で唯一1秒かからずできるタスクだ。あとはいかに同じ人と時間を共有しないかが大切。同じ人といると立ち止まってないのがバレるからね。1ターン1ターンかなりのストレスがかかる役職だ。ちなみに本日10人闇鍋構成よ。マグロはターンの始まりに移動入力を入れておかないとその場で死ぬ可能性があります。マンボウかな。こういう時の例えにマンボウを出すと決まって、マンボウは言われているほど弱い生き物ではないですよって言ってくるやつがいるが、私と比べたらマンボウなんて儚い生き物だからな。マンボウと張り合わないで、できる限り人混みを避けて人と会わない場所へと移動。望遠鏡で見られても罪なので、できる限り目立たないところへ。まあ最悪バレても落ち着きがないだけって言い訳すればOK。違う意味でノットOK。最弱役職マグロを引いたら最近わざと死ぬ人たちも見受けられます。あえて死んで愉快犯みたいなプレイするやつね。まあ一生走ってるの普通に疲れるし、ありっちゃありかも。そうして自ら死を選ぶのは弱者。私たちはめんどくさかろうが、正気があるうちは常に全力を尽くすぞ。負け確になったら逆走マリオカートし始めるけどね。ふっふっふ。あれレイマリさんが死んでいるというのに、チャコさんの笑い声が。人が死んでるのに笑うとか普通に考えてありえないよな。没入型アモングアス。ウパさんがレイマリさんをキルしてるのを見てしまいました。ほなつるか。タランタッタラッタンタン。壊れちゃった。うわ最悪な脇状況。その場で走り回っても確実に怪しまれる状況だし、扉方面に行っても開けれないから罪。誰も桟橋に来ないことをお祈りしつつ左に行きます。おそらくこれが最善。湧いただけで爆地を強いられる最弱具合。とりあえず誰も来ないようなので助かりました。まあでもキル役が初手で落ちてくれたのは非常に良いわね。インポスター一人序盤に落ちれば盤面が膠着するからな。まあただインポスターが早期決着を決めてくれる展開は期待できなくなったが、今誰も望遠鏡を見る人がいないことをお祈りしてます。望遠鏡見てる人がいたら確実に会議で話に上がるからね。オポチュニストが見たらさすがに道場で見逃してくれるはず。本物の猿はご主人様の苦悩も知らずに横で元気そうですね。なんで動き回ってんのみたいな顔してる。猿は動かないあたりがシュール。このターンもなんとかしのぎました。長くは持たない気配がしてる。みぞれもんと脇かぶり2回目。毎回開幕走ってるからちょっと怪しまれてそうだ。開幕こんな勢いで走り始めるのなんてマグロくらいですからね。今回もただひたすら誰とも会わずに生存。孤独な戦いが始まる。敵は己の中にある。常に頭の中に鳴り響く言葉。もう十分頑張ったよ。そんなに頑張って何になる。しかしマグロは動き続ける。自らが死ぬか試合が終わるその時まで。そのひたむきさをなぜ他に向けることができなかったのか。ポエムが許されるのは中学2年生まで。適当に左側を走り回って時間を稼いだ後ボタンを押しに行きます。ここから考えられる最短の勝ちルートは、インポスターがすでに1落ちてて追加キル入って釣り切りして終了。まあただそんな素直に終わるとは到底思えないのよね。ジャッカルやパブロフがいたら当然ですが、試合は続行。悪魔やバルチャーなど勝利条件が満たされない第三陣営がいれば力が集結。ザバーズや神などがいれば生存系役職同士での優先度勝負です。正直勝利優先度はあんまり把握してない。まあただマグロは条件的に勝利優先度高めだと思いたい。で今回も死体なし。ふざけてるんですか。マグロによるストレスが限界に達しようとしている。皆さんいいでしょうか。みぞれさんがほぼほぼラバーズだと思います。その理由は、私尊重で初手にシェリフ渡してるのに全くキルしないからです。なるほどね。信じます。みぞれもんに入れました。確かに普通村ならともかく闇鍋村においてここまでとつらないのは異常だ。感覚がお猿さん基準になってる。シェリフなので誰かに適当にとつって自爆しますよ。私にとつられても困るので突っときますか。それでとつった先が切れたら非ラバーズの証明にはなりませんよ。もうラバーズだと思う。このターン中にキルしないならもう釣ろうと心に決めてました。尊重 CO の人が自分で作ったシェリフを差し出す覚悟、私は信じたい。信じるぞラテチャンネル。近年稀に見る理不尽釣り。これでみぞれさんがマグロならいいですけど、マグロじゃないなら恐ろしい事態になりかねない釣りでした。ラバーズで道連れが発生してなきゃ、ただ自分で作ったシェリフ釣るしただけだからね。改めて言葉にするとなかなかエグい。私たちはマグロだから正直どっちでもいいが、できればラバーズであってほしいところではある。ラバーズでないと悲しすぎる。まあ少なくとも私たちが村陣営なら乗らない釣り提案でしたね。初手乗りで釣られる人もいるくらいだから日常茶飯事ではある。そして扉が閉まり研究室内に閉じ込められる人生。まあ逆に考えれば扉閉まってますし基本安全。画面があまりにも変化しなさすぎて別の意味で困る。まあこんな時は何か考えが？寝るな。
食うな。キョムキョムタイム終了。ボタンが入ったしさっきの釣りの答え合わせができるわね。果たしてみぞれもんの死に意味はあったのか。誰か道連れになってればラバーズだった可能性があるが、まあ当然誰も死んでないと。知ってた。あ、誰も死んでない。じゃあただ単にキルしてなかっただけか。ひでえこいつ。まあラケさんが言ったことなんでね、さっきからキノコサボってるから何か伝えたいことはありそうですけどね。ラバーズが他にいる可能性は普通にありえます。いやでもみぞれさんラバーズだと思ったんだけどな。ここからどうする。村長の指定でいいのならするけど、指定先が私以外なら乗ります。え、じゃあメメさん役職なんなの。言っても意味ないですけど聞きます。ふふ、うん、ドクターです。ははは。だから言っても意味なかったでしょ。じゃこさんは役職なんですか。占い師。まだ占ってない。え、そんなことある。凄まじい神感がある。じゃあ占ってみてよ。メテオさん占って自爆までした。わかんないけどラバーズになってるんじゃない。うわこれ悩む。ラバーズならどういう手当てラバーズなってんだよ。恋人のために死ねないっていうのかよメテオ。これはラバーズだから自爆しない。自爆魔説高いですよ。うわわかんないけど村長からの指定でチャコさん釣ります。え、これチャコさん釣りなの。メテオさんだと思いますけど。私たちが走り回ってる間に村が破滅に向かっている気がしてならない。じゃこさん神でしょうけどメテオさんはラバーズですよね多分。さっきからサボタージュでキノコサボ来てたのも納得だしね。だがこれラバーズがいたとしてマグロとどっちが勝利優先度高いんだ。そんなの考えるまでもないでしょ。恋人とイチャコラしてるだけのラバーズ、必死に走り続けて命を繋いでいるマグロ、どちらの勝利優先度が高いかなんて火を見るより明らか。言われてみれば確かに。まあ実際勝利の難易度的に言えばマグロよね。ただ問題はインポスターがラバーズで残り一人の場合、最終的にラバーズ相方と当人以外全員処理しないと試合が終わらない。つまり私たちが生き残る枠組みがないということ。積んでてくさ。こんだけ頑張ってきて勝利できないなんてそんな悲しい結末。これが現実。む、これはラバーズ陣営の PP 宣言か。ラバーズに踊らされる被害者たち。ラテから釣ります。何か奇跡起きて私たち生きたまま試合終われ。メテオさん回線起きしろ。万歳要素での勝利を狙うな。まあ僕もそろそろ死ぬべきかもしれん。ということはひなにいがキューピッドか。闇鍋村における悪、下道の極み、人として大切なものを失ったものと数々の故障を持つ悪名高い役職です。主にあんたしか呼んでない故障。まだだ。クルーがタスクを終わらせれば試合は終わる。家計の執念がえぐい。私は最後まで諦めない。とりあえず見つかると間違いなくキルされて終了。できるだけバレない場所に隠れてないとな。あ、米の左側とかバレなさそうじゃないですか。確かにベントで回れるし、わざわざ奥までは確認しないかも。左側扉閉まってるし、ありだ。まあ普通にヒナにキルしてレポートされたら釣られるんだが、確実に訪れる終わり。まだだ、まだ何か、まだ何かあるはず。あれ私たちがまだ死んでないのに画面が暗く。まさかメテオミスって自爆したか。当然そんなはずもなく。はぁ、普通にラバーズの方が勝利優先度マグロより高いのね。グサオさん陰陽師で人数カウントしないから試合は終わったのに。キューピッド、できん。さてでは2試合目。構成は1試合目と同じ。お、マットメイトですか。大好きですよマットメイト。自分に責任なく走り回れるからな。自らが釣られたら一人道連れにする黒猫と。メメントモリローカティアへ。ご主人様を把握するためさっさとタスクを終わらせに行きます。3つタスクを終わらしたらご主人を把握できる強心能力を発言。他人依存の役職ではあるが闇鍋村で安定して同陣営3人確保できるのは強いぜ。タスクの位置結構散ってるわね。初手で処理できるタスクも近くになさそうですし、今回はボタンを押してワークするとしましょうか。まずまずな立ち上がり。他の人が押してくれたらなお良かったが、代わりに高評価ボタンは押しといてくれ。関係なし。できれば右側には来たい。残念ながら願い叶わず。まあカフェとかよりかは右下近いし最悪ではないわね。でもさすがに今回は温室下のタスクで終了ですかね。位置的に続きもののタスクっぽいですし、鉱山まで行く時間はないだろうな。今回はこのまま研究室でキノコ片付けて満足しておきましょう。2ターン目ですし多分誰も来ないでしょう。終わり次第ベントの中で待機しておくのが危機ですかね。いや研究室にはバイタルがある。どうせ誰も来ないしバイタルでも眺めているとしよう。黒猫だしキルが起きたらタイミングずらして報告するのもありね。ドクターやシリアだけでなく忘却者やバルチャーとかの死亡タイミングのわかる役職がたくさんいるので偽装はリスク高めですが、そうやって並べると死亡タイミングわかる役職多すぎるな。忘却者とかに至っては死体位置までわかるしね。リアクター来ましたが研究室から出ない方がいいですね。もう今回は最後までぬくぬく研究室で待ったりしてよ。この動画最後まで待ったり過ごすことになりそう。まあマットっていうのは試合中ベントに入って SNS を見る役職ですからね。全マットメイトに謝れ。残念ながらキルも起きてなかったから次ターン。脇通信室は良いですね。コミャサボ来たら困りますし、さっさと鉱山でタスクして離れましょう。サボタージュ直せないとなると大体の場合普通に釣られるからね。まあサボ直せないの大体生存系の強役職だからな。神と陰陽師は全陣営視点早め処理安定です。人材視点からも見えた地雷だからね。というか扉開けるときキノコを叩かなければいけないのっておかしいよな。今更では。すでに見慣れた事象、常識も疑う。これがキリサメマリサが天才と呼ばれるゆえんなのかもしれん。誰からだよ。さてこの宝石を磨き終わればご主人様がわかります。内通もほどほどに狙っていきたいところ。うわやばい、ここインポスター大量発生してる。レイマリさんとメテオさんですか。キルされたらたまらないので早いうちに離れておきましょう。なんかさっきからリアクターの回数多いわね。こうなると侍とか自爆魔とかの可能性があるな。どうせ直せませんし、意地でもリアクターには行きません。間違いなくし人
が出そう。私たち以外借り尽くしてくれ。む、ひなにぃが死んでいると。さっき上部エンジンにいたわね。となると普通にご主人のどちらかがやったんだろうな。状況を説明するとネネさんと会った後展望でレイマリさんと合流で、リアクター向かったら上メテをしたひなにぃが直してて、ひなにぃが唐突に弾け飛んだ。自爆っていう距離でもないからヴァンパイアとか魔術師とかだと思う。もしくはイビルサイエンティストとかかな。イビルサイエンティストならラテメテオの二人は弾けます。同じくメメチャコも弾けます。ちなみにどこで白取り合ってる。温室下で温度合わせてたら左からチャコさんが来た感じですね。合ってます。マグロかもしれん。マグロは知らないけどスペランカーはないね。というか私多分ヴァンパイア以外でも白もらえますよね。レイマリさんと会った後左のハシゴ降りてラテさんと会って今ですし、いやわかんない。ひなにぃさん下から上がってきた感じだったんだよね。下から上がってきた。ひなにぃ上部エンジンにいたし、温室側から来てるわけないと思うけど。あ、これレイマリさんヴァンパイアでラテさん眷属ですかね。ラテさん目線私たちに白でないのおかしそうだし、そう考えるとかなりしっくりくるな。他の位置はキッチン、研究室で扉開けてます。ラテさんと会ってから保管庫の上路拾って左で終わり。ラテさんから白出るんじゃない。イビルサイエンキストだとわかんない。容疑者かなり広そうだし、私たちが白位置入った方が美味しそう。あ、ちなみにひなにぃは通信室脇なので上から来てますよ。なんで私はひなにぃとかいまく以外会えないです。あ、そういえば途中いたわ。どちらにせよ一旦結婚があるか確認したいな。割といい感じっぽいがどうだ。まあラテさん眷属っぽいし、多分結婚は見つかるでしょうね。ただ1キルでも入れば私たち含めて PP 可能なのよね。あとは適当にナーナーで過ごしてたら PP できると気がつそう。ここからは内通よりも生存を重視していきたいと思います。内通しなくても最悪会議で PP 宣言すればいいしね。ということでここからは SNS をチェックする時間だ。ニートタイムスタート。最悪ベントがバレて私たちが釣られても道連れ込みで7人。そこからダブキルで PP 可能なので大丈夫でしょう。安心してベントにこもっていられるな。問題は実況視点話すことがないということ。まあたまにはこういう試合もありなんじゃないですか。割と1動画につき1試合くらいはこういう試合やってんのよね。別に出て歩き回ることも可能だが、リスクにしかならんからな。ベント待機が最善の行動。さて前動画のコメント。画面は見とけよ。こういう隙間時間をいかに効率よく使えるかで今後の人生どんどん差ができてくる。よし、全ゼロのデイリーやろっと。視聴者さんには見習わないでほしい。誰か死んでそうなサボ時間の長さですね。あ、みぞれさん、これで無事 PP 成立だな。8人段階で PP とか村視点悪夢以外の何者でもない。目の前で死んだわ。レイマリ釣りでいいと思うよ。レイマリヴァンパイアは自分から否定はいりますよ。とりあえず血はあったな。さっきの結婚は上部エンジンの宝石からはしご左下ってリアクターで死んでるって。レイマリがなぜ弾けるかというと、自分がメメさんとすれ違って上部エンジンに登った時にレイマリさんが展望から出てきてたんよね。でそこから一緒でひなにぃいなかったから噛めないと思う。まあ少なくとも10秒以内に自分ひなにぃさんに会ってないからね。いやまあでもそこ眷属ラインの可能性あるから。え、でも自分メメさんからさっき上部エンジン行くのは見られてるし、最悪 PP 宣言すればいいので、とりあえずは普通に発言しときますか。いやラテさんが上部エンジン上がってから眷属にされてたら説明つくので、別に私からはラテさん眷属の否定は入りませんけど、どちらにせよ今のキル考えたらメテオさんかレイマリさんの2択でしょ。まあそうだとするならメテオさんとしか言えないけど。でもさっき宝石の上の方でひなにぃと会ったのはレイマリさんでしょ。あ、さっきメテオさんもいたの。いたいた。だからメテオさんも十分可能位置。眷属なら視界の広さが狭くなるから証明できるでしょ。いや証明とかはできませんけど、今8人なので次ダブキル PP で終わりですよ。チャコさんどう思う。私はメテオさんのキルが起きた時の反応自然だったと思いました。ま、でもこれは難しいですね。今回はわからないのでスキップ投票しておきます。え、ここスキップはないでしょ。メメさんマットメイト系の役職か。いやいや、どっちかわからない時はスキップ安定ですよ。人の命がかかってますから。こういう時に適当に釣ってしまう野蛮人にはなりたくないですね。あんたこういう時いつも適当に指定してるけどね。私たちには誰も釣らないという選択肢が与えられているんですから、平和に行きましょう。平和に。とりあえず今8人で眷属含み PP の状況にはなってるが、前回の会議で私たちがマットなのは伝わってるだろうし、言葉にする必要もないな。こららてさん眷属なら視界狭いから離れたとこ見えないはずだよ。8万グーグサをメメントモリレイマリ、よく見えてる。あれ、おかしいわね。適当で当てれる領域を超えてるな。ラテさんが眷属じゃないならそれこそ問題なんですけども、ラテさんがレイマリさんの容疑を否定する要素私たち視点おかしいし、眷属でないのならラテさんは何なんでしょう。いいのはマットキラー、最悪なのはラバーズだな。レイマリさんメテオさん釣る方向に動いてましたし、票数の分かれ方的にもラテさんはメテオさん投票してそうだから、ラバーズの可能性の方が高そうですね。それが私たちに分かってもさすがにどうしようもないけど、まあ私たち黒猫できる能力があるわけでもないからな。ただラテさん眷属でないならメテオさんがラテさんキルできるので、そこでうまいこと決めていただきたいですね。というかそれならメテオさんがヴァンパイアの可能性まであるわね。レイマリさんのことヴァンパイアだと思ってたけど普通にあるな。だとするのなら別に眷属がいる説もある。眷属が別にいてくれると票数的にもありがたいですが、ま、私たちはひたすらメテオさんが釣られないよう立ち回りましょう。お、小刻みにキルが入っていく。人数が減るのはグッドだぞ。これ PP か。絶対 PP だろ。とりあえずメテオの人材は確定したけど、ははははは。メテオの方なんだ。もう歌いながら逆走してたわ。グサオさんどう思う。メテオ、メメント、レイマリ、いやさっき自分眷属は否定してましたよね。まあ誰がインポスターかはまだ全然わかりませんよね。もうメメさんよは自分とメテオさんがインポスター。え、なに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 、怖い怖い怖い。どうしたんですか。私たちがまだインポスター把握できてないと思ってんのかな。まあ確かにもう CO しても全然問題ないっちゃないけど、え、そこが
が眷属ってこと？お前らみんなスキップだ。メメさんマットでしょ。カミングアウトしなくてもわかってますよ。でもこれ使用するなら内訳どうなってるんだこれ。もしかしたらラテさん普通のマットメイトとか。あり得る。初めにキルを着たターンに内通まで済ませたマットの可能性。上部エンジンで合流してたしな。ザバーズよりもそっちのがある気がしてきた。さっきから PP なのに全然安心できない状況で草。仮にラテさんマットなら眷属含めインポスター陣営5人ですよ。エグすぎる。ガンジーもさすがに拳を握りしめ一人涙するレベル。村陣営絶望盤面。まあ普通にレイマリラテラバーズの可能性もまだありますが、できれば全員仲間がいいですね。ハッピーに終わりたい。ただそれにしてはさっきから投票数がスキップ少ないんだよな。今の投票もメテオ3票スキップ4票の割と僅差だからね。C 終わりましたしラテさんマットならスキップ5票になりますよね。そう考えるとやはり、あ、ラテさん死んでる。ここで死ぬということは当然ながらラバーズとレイマリさんまでしっかり死んでるな。あ、そこラバーズなんだ。まあそうですよね。グサオさんこれメテオさん投票でいいよね。釣れるかわからんけど。メメさん、たとえあなたが神だとしてももう祈るしかないんです。お願いします。あ、私たちのこと神だと思ってんだな。まあ確かにここまで直接の言及してないからね。一応ゲッサー対策で使用せずに来ましたけど、まあ確かにメテオさんの立場から見れば神もありえますね。どうせスキップ入れるし最悪キルされても勝てそうだし、この帰りは使用なしで行きましょうか。まあこれレイマリさんの道連れが発生してない時点でメテオさんヴァンパイアだからまだ眷属地上で生きてるはずだしな。こうなってくるとハチマンさんが眷属なのかしら。まあメメさん神なら全陣営視点どうしようもない。私はまだ終わらせたくないんでスキップ入れます。なんかいろいろとギリギリだったけど勝てそうだな。あ、メテオさん一応言っとくと私マットですよ。オッケー。てかこれサボ直さなきゃまずいな。私たち直せないし村陣営が直さない限りもう直らないけどね。あ、一応ベントに入るの見せようと思ってたけど言っちゃった。ハチマンさんは中身なんなんですか？機械が狭くて何も見えん。あ、まあ眷属ですよね。じゃあ残り時間は主人に任せて待機しとくか。ハチマンさんも上に上がってったわね。さすがにもう他のキル役はいないとは思いますが、一応万全を期すためにすぐに逃げ込める位置にいましょう。メテオさんがワンチャン私たちキルしちゃう可能性もあるしな。ま、別にキルされてもいいんだけどね。どうせなら最後は来て迎えたいところ。裏切り者のラバーズども見てますか？やはりラバーズ陣営ワーク許されてはいけない。あんた散々ラバーズの動画上げてきてるけどね。私の時はいいんですよ。ただ他の時はダメというだけで。攻防の極み。インポスター同士という互いに唯一信用できる絆すら破壊する。ラバーズは恐ろしい役職だぜ。ヒナニーがキューピットもしくはラテさん純愛者だったんでしょうね。あ、メテオさん私一応弁当入りますよ。オッケー。降りてきたってことはすでに仕事を終えてきたのか？まあ上で何が起こってるかは私たち視点全くわからないけど、ヴァンパイアだとちょっと面倒くさそうですね。キルして即レポできませんし。あれ八幡さんの死体？この盤面で八幡さんが死ぬってことはキル役いたのか。なら普通に危なかったわね。何があったんや八幡宮。なんでお前が死んでるんや。ウパさんに投票します。あ、ウパさんシェリフだったんだ。メテオさんと会ったら確実にメテオさんやられてたわね。というかリザルト役職赤色と青色多すぎて草。いろいろとすごい配役でした。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。